フレーム素材では、自転車のフレームに使われる素材を記す。フレームの形状についてはフレームを参照。自転車のフレームに適切な素材は、スチール、アルミニウム合金、チタン、マグネシウムなどの金属系素材から、CFRP などの繊維強化合成樹脂系素材、そして処理が適切ならば、木材から竹などの天然素材に至るまで範囲が広い。 鉄を主成分とした合金で炭素を0.04%から2%程度加えたもの。使用目的や予算などにより多種多様の鋼が用いられるが、錆びにくい鋼として知られるステンレスコはコストが普通の鋼の5倍以上の上に加工面にも難があることからコスト重視での選択が多い鋼のメリットを阻害することからほぼ用いられない。なお、 使用目的や予算などにより、クロム、モリブデン、ニッケル、マンガンなどが加えられた以下の鋼が用いられる。スチールは自転車のフレームとしては、長い歴史を持つ素材で、実用車をはじめロードバイク、マウンテンバイク、シクロクロス、BMX など、ほぼすべての種類の自転車に用いられる。重量の点を除けば、強度や振動吸収性など、 自転車フレームとしては最も理想的な素材の一つである。特に実用車など強度や耐久性が重視される車両においては様々な素材が出てきた現在においても最もポピュラーな存在であり続けている。ただし競技用フレームとしての地位は軽量なカーボンフレームに完全に奪われ、レギュレーションで特に素材の規定がある競技を除き、使用されることはほとんどなくなった。 ロードバイクのカーボンフレーム炭素繊維を熱硬化性樹脂に浸し加熱して固めて作られる。単にカーボンと呼ばれることが多い。型でフレームの大部分ごとあるいは全体を一体成形するものが普及してきた。CFRP パイプをラグで剥いだタイプもある。史上初のカーボンフレームは1986年にケストレルが発売したケストレル4000。 つなぎ目のないカーボンモノコック構造にインナーケーブル内蔵のエアロフォルム。モノコックタイプのフレームにはもはやフレーム構造ではないものもあるが便宜上フレーム呼ばれる。逆にダイヤモンドタイプの外観でモノコックを歌うものもある。カーボンモノコックの製品はメーカーの技術により性能が大きく左右する。フレーム構造に比べて解析が困難であることに加え、 炭素繊維の持つ特質、引っ張りの力には、C が、先端の力には、弱い、剛性の高いものほど圧縮に弱いなど、により、繊維の種類や方向を綿密に設計しなければ、ならないためである。そのため十分な性能を得るには有限要素法等の強度解析や、独特のノウハウが必要とされる。最近は、アルミやスチールのフレーム用チューブを供給していた。 鉄鋼メーカーが素材としてカーボンチューブやカーボンラグを供給している。これにより現在では小規模なメーカーでも容易にカーボンフレームを作成することができるようになった。近年ではカーボンの持つ2つの特性、すなわち合成の高さと衝撃吸収性のそれぞれを前面に出したレーシングモデル、コンフォートモデルに2分され、それぞれ発展を続けている。現在、 最もポピュラーな素材と言える。軽量かつ堅牢で、錆びにくい上に安価であるため、初心者から上級者まで幅広く使われており、用途もほとんどあらゆる種類の自転車に使われている。素材そのものの弾性率では、鉄の約1、3、チタンの約1、2とかなり柔らかいアルミであるが、密度がやはり鉄の約1、3、チタンの約1、2と軽いため、 フレームを構成するチューブを体系化して剛性を上げても鉄などと比較して軽量なフレームが設計しやすい。しかしながらアルミニウム合金には肥料強度の限界点が存在しないため負荷をかければ必ず金属疲労が進行する。このためスチールやチタンと比較するとフレームの寿命が短い傾向にある。現在使用されているアルミ合金は 大きく6000系と7000系に分けられる。なお、フレーム以外のハンドルバーやシートピラーには2000系のアルミ合金も使用される。またメーカーによっては、スカンジウムなどを添加した独自の特殊な合金を採用しているところもある。ショック吸収性が低いアルミニウムの欠点を補うため、シートステー、またはリア三角のみをカーボン素材とした。 カーボンバックモデルも一般化してきているほか、チューブやフレームデザインの改善により、合成バランスを調整したフレームが主流になりつつある。丈夫で長持ちかつ、軽量な素材だが、非常に活性の高い素材であることから溶接などの加工に手間がかかりどうしても効果になってしまう。この素材を取り扱うメーカーは主に少数で、高級フレームを製作するところに止まっている。 日本国内ではパナソニックサイクルテックやティグなどがチタンフレームを販売している。チタン素材は一種金属と組み合わせると電位差による腐食で焼き付きを起こしやすいので組み付けの際には接触する部分に焼き付き防止剤を塗るなどユーザー側で気をつけなければならない。最近はカーボンアルミ素材の性能向上やカーボンバッグなどのハイブリッドフレームに押され市場としては 縮小傾向にあるが、独特な乗り味と独特の光沢などが一定の支持を受け続けている。純度の高いマグネシウムは非常に活性が高く酸化しやすいため加工が難しかったが、技術の進歩により最近になって実用化された素材である。実用金属の中で最も非強度が高いのでうまく利用できればアルミやチタンをしのぐフレーム素材になる。 しかし、研究開発はまだ途上であり、アルミ合金にマグネシウムを添加した程度の利用に止まる。この素材を用いたフレームは、神経工業のマディフォックスやピナレロのドグマが代表的である。他に、日本のブリジストンサイクル、台湾のメリダインダストリーがある。素材特性としては、内部損失が大きいことが挙げられる。 つまり、スチールやチタンのような反発力のある振動吸収ではなく、振動のエネルギーをフレームが減衰させてしまう特徴がある。木材は衝撃吸収性が良く、初期のロードバイクでは木材がリムの素材に使われていた。キリムである。このような観点から木材を水蒸気で曲げ加工して、フレームにしたり、樹脂素材で固めて、フレームとして作成するビルバーも存在する。 ただし、形成作業が一貫して手作業であること、素材の本質が必ずしも均一でないことから、大量生産には向かない。また需要からしてあまりなく、あくまでもマニア向け、またはインテリアのオブジェとして使われることが多い。竹は釣りの材料となっているように物理的な力に対しての反発力があり、フレーム素材として、 適切な素材として成り立つ要素を持っており、樹脂で固めた竹製フレームが存在する。ただこれも、木材と同様、少数の需要で成り立つ少数生産である。トリプルバテット、ダブルバテット、直感の比較過去のフレームは、単純に細い鉄パイプを組み合わせただけのような形状をしていた。しかし、現在では、軽量化や強度の向上のために、 様々な工夫がなされている。主に金属のチューブを前提としたものを記す。特に金属系チューブに多い加工。自転車を構成している全三角のパイプにかかるねじり、および横方向の応力はパイプを結合している端部が最も大きく、それに対して中央部にかかる力は比較的小さい。この現象を利用し、パイプの中央部の肉薄を薄く、 両端の肉白を厚くしたパイプを使用して作られたフレームがバケットフレームである。強度を落とさずに効果的な軽量化が可能である。あらゆる素材のフレームに利用されている。両端を厚く、中央は薄くしたダブルバケット、片方の端だけ厚く、中間は普通、力がかからない側は薄くしたトリプルバケットがある。自転車のトラス構造の後三角は、 全三角とは異なり中央部に最も応力がかかるため、両端部が細く、中央部が太いチューブが用いられることもある。アルミフレームが普及する前の自転車フレームはスチールが主であり、アルミフレームも当初はパイプ外形などで既存のスチールパイプの寸法を模倣していた、ところが比重が軽いアルミニウムの長所をより有効に活用するため、パイプの小道を黒森よりも太くし、 肉厚をそれまでよりも薄くさせることによって剛性を上げ、より軽量にしたのがメガチュービングである。現在、ほぼすべてのアルミフレームが採用しているほか、カーボンフレームでもほぼすべてがメガチュービングを採用している。黒森においてもダウンチューブにオーバーサイズパイプと言われる外形の若干太いパイプを同様の理由で用いていた時期もあったが、 実質レース用フレームとして使われなくなってから、その必要性を失ったこともあり、最近ではあまり見かけない。扁平チューブはパイプの断面を楕円型に、トライアングルチューブは断面を三角形に近くしたもの。どちらもメガチュービングの発展型である。扁平チューブはパイプを従来の深淵から力のかかる方向や空気抵抗を避けるために楕円型に変形させることにより、 フレームの性能を上げるものである。トライアングルチューブもパイプに角を作ることにより、合成を調整するものである。一体形成による構造が実用化されるまでは、自転車の主構造はパイプを組み合わせたものであった、おおむね以下の方法で結合され、フレームとして作られていた。ラグの例主として、鉄系素材のパイプをロー付け接合するために用いる、看護を用いた接合法である。 次手はラグと呼ばれ交換を素材にバルジ成形により国内で全て生産されていた。しかし多くの自転車メーカーが中国からの安価な完成自転車の輸入に切り替わっていったために国産性フレームの生産が激減してラグの需要も少なくなってしまった。そのために国内フレームはフレームビルダーの少量生産が主流になり、 その需要に合わせて対応ができる精密鋳造で製造される輸入ラグが主流になった。しかしラグの生産技術として使われたバルジ成形は日本で発明された技術として自動車産業をはじめ広くパイプ素性加工技術の一つとして有用されている。またロー付けによるラグ接合法は世界の自転車フレーム生産の歴史の中で量彩効果、強度、 耐久性など証明されており、需要が少ないが、バルジ製形成ラグの国内生産は継続されている。上実のラグを用いず、各チューブをロー付けすることによって接合する方法。フィレット溶接とは、ラグレスの補強目的で鉄板をパイプに巻き付けて、カットラグに見えるようにして、トップダウンチューブとヘッドチューブの境目を溶接する方法。効果として、 フレーム応力を分散させることができるため丈夫であり、スムーズな外観が特徴である。ティグ溶接はアーク溶接の一種で、タングステンを電極に用い溶接部を不活性ガスで覆いながら溶接する。精密な溶接が可能。密着した母材同士を直接溶接することも、溶化剤を加えることも可能。現在では、金属フレームの一般的な接合方法である。主に、 CFRP、木材、竹を使った素材で使われる。ありがとうございます。